キューバ共産党は、キューバ共和国の支配政党。党の指導原理として、マルクス・レーニン主義とホセ・マルティ思想を掲げている。キューバ憲法第5条では、キューバ共産党は、社会及び国の優れた指導力と規定され、共産党の一党独裁体制が敷かれている。1925年に結成され、コミンテルンの指導下にあった。九百三十年代後半には、 フルヘンシオ・バティスタ将軍の政権に閣僚を送り込み、受け入れ路線から1944年には透明を人民社会党に改名した。グラウ・プリオと続いた新生革命党政権を経て、1952年にクーデターによってバティスタが再び権力を握ると、これに反対した人民社会党は非合法化された。人民社会党はキューバ革命の中で、 多くの対立を内包しつつも、フィデル・カストロをはじめとした7月26日運動と共闘し、革命後を放化された。革命政権は次第に社会主義、反米路線を取るようになり、1961年のピックスワン事件以降それは明確となり、フィデル・カストロはキューバ革命を社会主義革命と宣言した。同年、 人民社会党は7月26日運動などと合併し、社会主義革命統一党を結成、1965年にキューバ共産党の党名に戻った。以後、フィデル・カストロが第一初期として共産党の指導者となった。1975年に第一回党大会開催。その後も1980年、1986年、1991年。 1997年と大会は開催されている。当機関紙はグランマ。1955年、フィデル・カストロラがメキシコから革命を起こすため再度、キューバに上陸したサイのヨット、グランマ号にちなむ。2006年7月に、フィデル・カストロは病気療養のため弟のラウル・カストロに国家評議会議長、閣僚評議会議長職を暫定的に移常した。 フィデル・カストロ自身が2011年3月に発表した記事によると、この時、党第一初期職も辞任したという。2008年2月に召集された人民権力全国会議において、フィデル・カストロは正式に国家評議会議長兼閣僚評議会議長を辞任した。2011年4月、14年ぶりに党大会が開催された。この第6回党大会において、 市場原理を部分的に導入した経済改革案が承認された。また2008年に国家元首の地位から退いたフィデル・カストロは正式に第一初期も退任し、弟・ラウルを後継にした。大胆に市場経済化を進めている中国共産党やベトナム共産党に比べ伝統的なマルクス・レーニン主義に忠実である。ソ連崩壊後、 部分的に外資を導入するなど、経済改革に着手したが、中国やベトナムのようなドラスティックなものではない。ありがとうございます。